その女、経歴、年齢、住所、すべてが偽り、愛する人を手に入れるためなら手段を選ばぬ純愛モンスター。雨宮理花、28歳です。昨日早朝8時頃、スーツケースに入った死体が発見された。生きてる本間を外科手術の要領で切り刻んで胴体だけを連れ去った。理花を出会い系アプリでおびき出したいんです。魂の片割れ、運命の人。最後に刑事さんに会ってみたい。お前の手口は分かってる。どうやって殺すのかも、どんな心理で殺すのかも。私は幸せにならなくちゃいけないの。永遠に幸せに暮らすの。あまりだ。人間じゃねえな、モンスター。死ねばいい。理科、自称28歳の純愛モンスター。理科なに。